ハニューゆずるのてるてる坊主動画が話題。その裏に隠された深い意味とは、感動秘話。ハニューゆずが動画で手にしていた、てるてる坊主の人形は、ファンの間で驚くほど話題になりました。それはただの人形ではなく、ハニューゆず本人を模したようなデザインで、彼のトレードマークである柔らかい笑顔や優しさが感じられるものでした。この動画が公開された瞬間、ファンは歓喜し、 SNS 上では彼の愛らしい姿とともに、その人形へのコメントがあふれました。スポーツの世界で数々の偉業を達成し、オリンピックで2連覇を果たした彼が、こんなにリラックスした状態で、日常の1コマをファンと共有する姿はまさに新鮮で心温まるものでした。彼が持っていたてるてる坊主は、日本の伝統的な雨よけのためのお守りで、子供から大人まで幅広い世代に親しまれています。しかし、 その人形が羽生結弦そっくりにデザインされていることが、さらにファンの心を捉えました。動画では、羽生が無邪気な表情でその人形を手に取り、カメラに向かって微笑む様子が映し出され、まるで自分自身をミニチュアにしたかのような姿が、彼の親しみやすさをさらに際立たせていました。この瞬間は、彼の競技での真剣さや圧倒的な集中力とは全く異なる、柔らかで可愛らしい一面を見せており、 多くのフ羽生結弦のファン層は競技者としての彼だけでなく人間的な魅力にも強く惹かれています。そのためこのような一見小さな出来事でも彼が発信するものはすぐに話題となり多くの人々が注目するのです。この動画を通じて羽生のファンたちは再び彼とのつながりを感じ彼の自然体な姿に喜びを感じました。 ファンの一部は、動画を見て、これこそ羽生結弦の真骨頂だ、と感じる人も少なくありません。競技の場ではクールで冷静、そして完璧主義者として知られる彼が、こうした日常の中で見せる柔らかな一面が、多くの人々にとって特別な意味を持つのです。このてるてる坊主の動画が公開された背景には、彼自身のブランドやキャラクターとの関連性が深く関わっていると考えられます。羽生結弦は、 アスリートでありながらもその一方でアイドル的な人気を持ち、彼のファン層は幅広い年齢層にわたります。特に日本国内では、若者だけでなく、年配のファンも多く、その中には彼を孫のように見守る存在として応援している人々もいます。てるてる坊主の可愛らしい姿と羽生の愛嬌が融合したこの動画は、彼のファン層全体に対するメッセージのようにも感じられました。それは、 一緒に楽ししんでいいるという共有感そして彼がいつも近くにいてくれるという安心感を与えるものでした。さらに、この動画は羽生結弦という人物の多面性を再認識させるものでもありました。競技場での彼は、緊張感に満ちた空間の中で誰よりも真剣にパフォーマンスを披露し、その技術と表現力で観客を魅了します。しかし、私生活ではこのようにリラックスした。 まるで普通の青年のような姿を見せることが、ファンにとって特別な喜びとなります。これは、羽生がただのアスリートではなく、人間的な魅力にあふれた人物であることを再確認する瞬間でもありました。彼のファンたちは、ただ彼のスケート技術に感動するだけでなく、彼の人柄や自然体な部分にも深く共感しているのです。もちろん、羽生結弦がこのような姿を見せること自体が、 彼のパーソナリティの一部であり、ファンとのつながりを大切にする彼の姿勢が垣間見えます。競技者としての彼は常に高みを目指し、絶え間ない努力を続けていますが、一方でこうした日常の一コマを共有することで、ファンとの距離を縮める努力も怠りません。これこそが、羽生結弦という人物の魅力であり、彼がなぜこれほどまでに多くの人々から愛され、支持され続けているのかの一因でもあります。 特に注目すべきは、羽生結弦がこの動画を通じて暗黙のうちに伝えているメッセージです。それは、楽しむことの大切さや、日常の中にある小さな幸せを大切にすること、というものかもしれません。彼がこのてるてる坊主を手にして微笑む姿は、競技の厳しさやプレッシャーとは対照的な、穏やかで温かい瞬間を映し出しています。このような瞬間をファンと共有することで、 彼は自身の競技者としての強さだけでなく、人間的な温かさや柔らかさをも伝えているのです。この動画が公開される前から、羽生結弦のファンは彼が人間的に魅力的であることを知っていましたが、この動画はその魅力を再確認する機会となりました。特に彼が持つ、てるてる坊主というアイテムは、日本の伝統と結びついているため、ファンにとっても特別な意味を持ちます。この人形は、 雨が降る日を願いながら晴天を祈るという意味が込められており、その祈りと羽生結弦の姿が重なることで、さらに特別な感情を呼び起こしたのです。結局のところ、この動画は単なる一瞬の出来事ではなく、羽生結弦と彼のファンとの深い結びつきを象徴するものでした。競技の場で見せる彼の姿とは全く異なる、日常の中での柔らかい表情や優しさが、この動画を通じて多くの人々に伝わり、 改めて彼の魅力を強く感じさせましたファンたちは、このような小さな瞬間を通じて彼とのつながりを感じ、その存在が彼らの日常にも影響を与えていることを実感します。それは、羽生譲るという人物が、ただのスポーツ選手以上の存在であり、彼の一挙手一投足がファンにとって特別な意味を持つからに他なりません。この動画が公開されてからというもの、ファンたちは SNS 上で彼の姿について語り合い、 彼の新たな一面を発見する楽しみを共有しました。これこそが、羽生結弦という人物の持つ力であり、彼がなぜこれほどまでに多くの人々を魅了し続けているのかの理由の一つです。そして、この動画が引き起こした反応は、単なる一過性の盛り上がりではなく、長く続く感情の波として広がり続けました。ファンたちは、羽生結弦の優しさと日常の一面を見たことで、さらに彼に対する愛情を深め、 彼がどんなに偉大なアスリートであっても、日常の小さな喜びや楽しみを大切にしている姿に心を打たれたのです。この感覚は、多くの人々に共感されるものであり、羽生がどんなに忙しい日々を送っていても、彼自身もまた、普通の人と同じように、日常の中に小さな楽しみを見いだしていることを再認識させました。また、この動画の背景には、彼の競技生活における、 オオンとオフのの切り替えの巧みさが感じられます彼はスケートリンクの上では圧倒的なパフォーマンスを見せ、どんな困難な状況でも冷静に対処しますが、その一方で、プライベートでは穏やかでリラックスした一面を持っており、そのバランスが彼の魅力の一つとなっています。動画で見せた羽生ズルの姿は、まさにオフモードの彼そのものであり、それがファンにとって一層愛おしいものとして映ったのです。 競技場では手に入らない、もう一人の羽生結弦との出会いが、この動画を特別なものにしています。さらに、この動画は、羽生がただスケートの技術だけでなく、その人柄や生き方においても多くの人々に影響を与えていることを示しています。ファンは彼のパフォーマンスを通じて感動を受けるだけでなく、彼が日常でどのように振る舞い、どのように楽しんでいるのかという部分にも強く共感しています。これは、 アスリートとしてだけでなく、一人の人間としての彼をより深く知りたいという欲求に依頼ているからこそ、こうした動画が大きな話題を呼ぶのです。特に興味深いのは、羽生結弦がどのようにしてファンとの関係を構築し続けているかという点です。彼のファンベースは非常に広く、熱心なファンから新たに彼を知る人々まで、幅広い層が彼に魅了されています。そのため、 彼が発信するコンテンツは常に多くの人々に注目され、彼の言動がファンにとって大きな影響を与えるのです。てるてる坊主の動画もその一つの例に過ぎませんが、ファンとの距離を縮めるための小さな橋渡しとして大きな役割を果たしています。ファンたちは彼の競技パフォーマンスだけでなく、このような日常のささやかな瞬間にも感動し、彼がどんなに忙しい日々を送っていても、 その中で見せる自然な笑顔や親しみやすい姿が、彼との結びつきを強く感じさせます。特に、てるてる坊主の人形が、羽生に似ていることが、さらに親しみを増す要因となり、この動画が公開された瞬間から、SNS 上では、かわいいという声が相次ぎました。ファンたちは、彼の魅力に新たな発見を乱出し、さらに深く彼を応援し続ける動機を得たのです。また、 彼のファン層は非常に多様で、若い女性から年配の方まで、さまざまな背景を持つ人々が彼を応援しています。こうした幅広いファン層に対して、彼は一貫して丁寧に接し、感謝の気持ちを示すことで、さらにその信頼関係を強固にしています。てるてる坊主の動画も、彼がファンに対して持つ感謝と、彼自身が大切にしている日本の伝統的な文化への敬意を示すものとして受け取られました。 これは彼がただの国際的なアスリートではなく日本文化を愛しそれをファンと共有する姿勢が多くの人々に感動を与えているのです。